どうも皆さんこんにちは、みずるです。後ろ姿でございますが、本日はですね、純魔ではなく、純金でもなく、純技量ですね。で、ちょっとビルドというか、武器おすすめ種をやっていきたいと思います。まあ、自分はこんな感じで今、グレソ2本持って2周目のボス倒していこうみたいな、まあ、特に縛りプレイとかあんまり好きじゃないんですけど、まあ、なんか、1周目普通に、黄金のハルバード1丁でやってね、つまんなかったっていうのは嘘だな。武器の幅がね、結構狭かったので、紹介では使ってたんですけど、そう、そこでなのでね、クレソ2本ちょっとロマンにね、溢れて、まあこれ強すぎるんで結構サクサク進んではいるんですが、はい、って感じで遊んでます。って感じでね、まあ、結構みんな武器をさ、ほら、絞ってやるじゃない、こういうゲームって。技量系、まあ、筋力系とか。その中ですね、配信とかやったり、コメントでたくさんね、技量何使ったらいいみたいなのがたくさん来るんですよ。で、技量って今回、まあ、月隠れがめっちゃ強いじゃない。で、ここがね、まあ、どうするかみたいなのが結構ネックなのかな。で、死産結がも強くなったけど神秘入ってるよね、みたいな。じゃあ結局神秘の、神秘マンが強いんかいっていうと、まあでもそんなことはないんですよ。まあ、好きなのをね、使うというのが、まあこのゲームの醍醐味なので、まあ、自分が得意な武器、好きな武器を使ってクリアまで持っていくというのが、まあ楽しいんじゃないかなと思います。なのでね、そんな中で技量メインの人で、まあ、こういう武器どうですかと、まあ、結構もう出てはいるんですけど、まあ、自分なりにちょっとまとめというか7個になってしまったんですが、ほぼ刀ではなく、まあ、刀ちまちま、曲剣だったり、まあ、短剣だったりとか、まあ、あとは打撃系がね、技量だと少ないので、まあ、そういった中で、技量向けのもの、プラスね、技量向けだったらこのタリスマンおすすめだよ、この戦杯おすすめだよっていう、その技量系の人に向けての、まあ、おすすめ動画となっております。まあ、筋力使ってる人でもね、休憩がてら技量に変えたいよという人も、まあ、参考にしてみてください。ということでね、早速1つ目いってみましょう。はい、まずね、手に持ってるのは内刀なんですが、これ紹介する前にですね、持っておくといいですよというタリスマンを前提で紹介していきたいと思います。で、これね、いくつかあるんですが、自分的に必須なもので言うと、まず出血つける人はこれだね、血の君主の喚起。周囲で出血状態を発生すると攻撃力が高まると。で、これ紹介したいがためにね、自分持ってなくて急いで取ってきました、今。オートまで進めてね。まあ、持っておきたいものはいっぱいあるんですけど、その自分のタイプによって。で、ミリセントの義手ですね、2つ目は。この2つが、まあ、技量系でおいては結構強いんじゃないかなと思います。あとはね、なんか、持っておきたいものというので、前提でいろいろ紹介されてるところとかあるんですけど、まあ、とりあえずこの2つあればいいんじゃない？出血使うならこれ。で、出血使わなくても、まあ、やっぱり二刀流とか、マレニアは今回は紹介しないんですけど、ああいった多段ヒットするんであれば、こういう攻撃連続するほど攻撃力を高めるというものですね。でですね、先513、通常の攻撃力ね、に対して、この現在血の君主つけた状態で出血を発生させてみましょう。出血。すると、615。結構上がるね。まあ、早速ね、入手方法を紹介していきたいと思います。まずね、血の君主。これね、結構難しいんだけど、場所はですね、オートにあります。この大通り脇の土台のこの辺ですね、に井戸があるんですけど、この下から行ける、この地下大通り脇というところまでまず行きます。で、この下ですね、ちょっと若干ムービー載せてるかもしれませんが、どんどん下っていくとね、ローデイルの地下墓というところが行けるんですけど、ここの、ボスを倒すことによって入手できますというものになってます。タリスマンね。ちょっとね、生き方が非常に難しいので、未クリアの人意外といるんじゃないかなと思います。で、2つ目、ミリセントの義手に関してなんですが、これはちょっとね、全部言うとめちゃめちゃ難しいんですけど、このミリセントがね、ここにいるんですよ。腐れ病の境界。ここと、ゴーリーのボロ屋をまず経由しながらイベントを進めていくと、ミリセントがね、各地に現れるようになって、最終的にですね、この聖樹に出てきます。で、ミリセントイベントで調べてもらうのが確実なんですけど、これを最後ね、ラスト分岐するんですよ。敵対か仲間かっていう。で、敵対するともらえるのがこのミリセントの義手と。で、味方になって終わると確か、ミーセントの義手はもらえないけど、攻撃が連続すると高まりますよっていう、技量は高めてくれないけど、攻撃が連続すると、まあ単純に攻撃力が上がりますよっていうタリスマンがもらえるので、まあそこはね、自分の好みでいいと思います。なので、ミリセントかそっちかっていうところかな。です。結構長いイベントなので、まあ、攻略見ながらやってもらうのが一番確実かなと思います。で、そんなわけでまず一つ目紹介するのがこの内刀ね。内刀はもう紹介され尽くしてるので持ってはいると思いますし、まあ、非常に入手も簡単なので序盤から終盤にかけて使いやすいですよというので一番こう紹介されやすいものだと思います。必要能力値がね、筋力11の技量15と、まあ、マジで本当に初期捨てから使えますよという感じなんですけど、まあ、ここね、今出血派生にしてるんで神秘ついてますが、純技量にして、出血50ぐらいなのかな乗せて物理攻撃力を上げていくっていうでもいいですし、ちょっと神秘ね、まあ軽く振って出血値を上げるというのもまあ悪くないんじゃないかなと。まあ、血の派生にすることによって通常の、出血状態だと45なのをここで、まあ、84まで、まあ、約倍ぐらい上げるっていうのもいいですし、まあ技量でしたらね、やっぱり鋭利とかにするのが無難なので技量でね A に持ってって通常の攻撃力を高めるというのもありだと思います。まあ、自分みたいなねちょっと筋力推しとかだと、まあ、技量そんなに上げても上がることはないので神秘ちょっと入れて、まあ、出血もね足してという血の派生にするのもいいんですけど、純技量であればまあ鋭利にしちゃってもまあ悪くはない、攻撃力上げたいんだったらね、まあ、悪くないんじゃないかなというところです。この内刀に関しては、まあもうどこでも紹介されてはいると思うので、さらっとなんですが、入手する方法はですね、こちらではなく、こちらですね、死に触れた地下墓というところ、一番近いので聖人橋とか、戦まなみのボロ屋、これめっちゃ紹介してるんでね、いつも通りの手順でいくと、ここからずーっと行って、ここ野営地がありまして、この坂ですね、登っていけるので、ここに入った死に触れた地下墓の、中でゲットすることができます。あとね、これね、切腹つけることによって、自らの腹を深く刺し、刃を血で染め、攻撃力と出血の状態異常効果を高めるというのは結構定番なのかなというところですね。通常血の派生にして出血の状態異常が同じく84になりますと。で、戦技が変わるだけなので大きくステータスが変わることはないのが見てわかると思います。で、現在ね、266の、攻撃力、プラス、まあ、付帯効果が出血84とついてるんですが、これ出血するとですね、じゃあ切腹すると同じぐらい、血の斬撃と同じぐらいの自傷ダメージで296まで上がり、まあ、両手持ちで320ぐらい、つきますよという感じですね。で、付帯効果については載せられていませんが、この赤い刃をまとっているときは単純に出血効果も増強しています。2発切っただけで出血したね。で、これにまたタリスマンが出血状態異常で攻撃力が高まりますよというのがある通り、どんどん攻撃力がね、上がっていってくれると。はい、続きまして、どこが変わったかわかるかなっていうと、この画面に収まりきらないこの刃ですね。これ、超牙という武器で、これもまあ定番ですね。リーチが長いっていうか、非常に。うん、リーチが長いんですよ。で、これも戦牌つけれますよってのと、まあ、刀の、上位互換って言っていいのかな、まあなのかなと。これ中盤ぐらいで手に入る方なので、まあ血の内刀とかで使ってたやつを、まあ、戦技もろとも移行してちょっと強くなった刀に変更するといった使い方がまあメインなんじゃないかなと思います。これもかなり紹介されているんですが、こちらね、入手方法というとですね、由良イベントを進めることによってゲットできます。由良ね、最初ここにいるんですけど、場所で言うとここでまず離します、ここのネリウス倒します。で、その後、結構一気に飛んでですね、レアルカリアの学院のこの辺にサインがあって、一緒にここで血の指倒します。ここで離します。で、今度ね、上にあります、第二マリカ教会というところね、ここで、ユラと話すことによって蝶がゲットできます。で、その後にエレオノーラ侵入してくるんで倒すと、エレオノーラのソウナギナタもゲットできますといったようなイベント内容になってます。で、そこでね、ゲットできる、この非常に簡単にゲットできるんですが、蝶がという武器です。育ててない状態でこんな感じ。自分はあんま使ってないんですけどね。まあ、ここにまた、血の同じようなものをつけてもいいですし、まあ、二刀流にしても全然いいかなと思います。内刀とね。戦杯がね2個あると、まあ、片方猟犬ステップ、片方攻撃バフ、もしくはこう血の斬撃みたいな感じの使い分けができるので、そういった意味で言うとね非常にいいコンビなのかなと思います。さああっさり紹介しましたが、次紹介するのがこの猟犬の蝶が、これね結構筋力補正、技量補正どっちとも取らず使える非常に優秀な武器というところで、自分も結構使えるんですよね。自分みたいに技量がまだ43の筋力が65というような、まあ、結構半端なビルドの中でも非常に効果力出ると、まあ、足して700は出てますよね。でここにまたタリスマンとか乗っていくと思うので、まあ、現在が737と攻撃力なんですが、このさっき紹介したタリスマンたちを含めることによってどんどん火力も上がりますし、何よりねこの猟犬の剣技というのが非常に強くて、これはねもう毎回紹介してたり、みんなが選ぶ最強武器みたいな感じで紹介してるように、こんな感じでねもう瞬間火力1000ぐらい出るというところで、まあ、バフかければもっと上がるよねっていうぐらいの感じでございます。2ヒットで2000ぐらい出るんじゃないかな。これこの辺の敵弱いんでね、まあ、1ヒット1100で死んじゃいますが、まあ、これも非常に初期段階で入手できるんですが、まあ、技量特化でも使えるというような、ね、武器です。プラス9の時点で技量が B なので、まあ10にしてね、まあ、さらに補正乗りますし、まあ、非常に使い勝手がいいということで、まあ、無難すぎてつまんないよっていう人は後半紹介する武器の方がいいんですが、まあ、序盤からだったらこれ一択でもいいのかなというところでございます。猟犬の蝶がもね例によって毎回紹介しているので簡単にですが、導きの始まりから見て右下の主なき猟犬の風浪というところでゲットすることができます。はい、続きましてね、こちらの見覚えがあるでしょう武器となってます。神肌向きでいいのかなという武器なんですが、プラス24の段階でですね、こんな感じで物理289に、まあ今技量補正が C という感じでございます。まあ、これね何が強いかっていうとね、非常に多段ヒットが乗りやすい武器なんですよね。これリスナーさんから教えてもらったんだけど、ヒット数が非常に高いので、こんな感じのねもう走りながらの攻撃でめちゃめちゃヒットが乗るので、今ちょっとエフェクト出たようにすぐにねこの多段ヒットの、バフが乗りやすいというのがまあ特徴ですね。攻撃力自体はそんなに高くはないんですが、これをまた派生をつけることによって、通常ね極限の渦なんですが、まあ、今強いよと言ったんですが、ここね戦杯つけることによってさらにこう派生もつきますし、まあ、さらに自分のスタイルに合った武器になるというところがいいとこなのかなと思います。こういった武器だったら出血系にするのが一番好きなんだけど、やっぱ自分は切腹かこの辺かな、血の斬撃、まあ、この辺がね非常にコスパいいね。血の刃でもいいですけどね、鋭利派生にして、まあ、C から A にするのもよしだけど、今見ての通り出血の状態異常がですねなんと100つくんですね。この血の派生にするとここがやっぱでかいんじゃない？出血100つくよっていうところで、まあ、やっぱ押してたので、まあ、ここ自分は血にしておきますが、もう一瞬でね一瞬で出血しちゃうんじゃない？こんなの盾強いな、盾。はい、もう一瞬で出血ですわこんなん。はい、この神肌麦か萩か知らんけどを血の派生にすると強いよというところで、こちらの入手方法なんですけど、これまあ中盤以降ですね、上の方にずっと行ってもらって、ここに風車村というところがあるんですけど、この風車村の上ですね、この辺りで神肌の使徒と一体とね、戦闘になるとボスがいるんですが、こいつからね入手することができます。ここね馬使えるんでそんなに驚異的なボスではないと思います。すぐにね入手できるかな。はい、次これもねちょっと面白い武器でございます。これあれだわ、竜王プラキドサックスみたいなブラドキサックス、裏ボスの武器ですね。まあ、後で入手方法を紹介しますが、こんな感じで珍しくですね技量純技量で使えるプラス9の時点で技量 B ついてるんですが、物理がですね、まあ、そこそこ乗ってて412という中で雷がね乗るんですよ。この武器雷135という感じでございます。戦技がめちゃめちゃ強いんですよ。まあ、通常神肌麦とか、内刀使ってて、まあでかいボス来たなとか、まあ、ここぞとばかりダメージ入れたいなみたいな時に消費 FP 見て分かる通りかなりでかい、消費ではあるんですが、バチコリ入れますと雷雲の姿と自らの姿を一時赤い雷雲と化し、空をかけ雷をまとった献身で貫く戦技です。長押しで空をかける距離が伸びますよという武器ですね。通常の攻撃モーションも、まあ、槍みたいな感じでねちょっとでかい槍みたいな、これ自体が10試験なんですよね。まあ、なので普通に間合いも取れる武器ながらに戦技が強力と、この辺から届くんじゃね。いきます。よいしょ、届かなかった。ちょっとね、隙が大きいんですけど盾に対して弱いな、非常に。よいしょ。あ、出るね。1950にも出るのか。これ強いな。あんまり対応してこなかったですけど。盾持ってない敵とか PVP です。隙ありみたいな。 PVP じゃ当たんねえかもしんないけど結構ロマンあふれるダメ出るんじゃない。これ夜と炎の剣より出てるからね、今現状。ああ、結構スーパーアーマーつくわ。今殴られたけど全然物ともしないで打ち込んでたな。ああ、溜めなきゃ出が結構早いですね、これ。はい、そんでね、竜王の眼剣の入手方法なんですが、これもね、だいぶ終盤かな、個人に関しては。ファルムアズラで入手できるんですが、場所が非常に難しいな。今、祝福がね、ないと、どこにあったっけっていう状態なんですけど、瓦礫の下を降りていけるところがあるんですよ。この辺の祝福だっけかな。ちょっとムービーとともに、載せてるんで、まあ分かんないよとか難しいよという方は、竜王の眼剣入手方法とちょっと調べてほしいんですけど、そこからですね、伝っていって下に降りていくとジェスチャーできるような場所があるんですね。そこでジェスチャーすることによって別世界に行けて、そこに君臨している竜を倒すと、ゲットできます。まあ、追憶からね入手することができますよという武器になってます。まあこういったね仕様、ダクソの時もありましたよね。ダクソ3でなんか同じような世界観で非常に既視感があって良かったんですけど、まあ、そういった感じでゲットできますよという武器になってます。はい、最後ね2つ残ってて7選今回紹介しているんですが、1つ、まあ、残り2つのうち1つがこちら、まあ、見覚えある人もいるんじゃないかなというところで、こちらですね、ヨルキ兵のフレイルでございます。こちらミックス杯付け替え可能の攻撃力がね、まあ、非常にプラス1しちゃってて中途半端なんですが、そこそこ乗りますよと、まあ、強化していくとですね。で出血状態異常も初期からついているので、まあ、また血の派生にしてもいいですし、まあ、何よりねこっちは血の派生というよりかは単純に技量派生とかにして物理極めてって打撃なんですよ、技量で珍しく。まあ、あとはねこの家族の首とかあるんですけど、やっぱ知力ついちゃってたりするので、でフレイルも打撃なんだけど、まあ、技量派生ではちょっとないと、中途半端だよね。こっちだと技量に振ってるじゃん、プラス1の時点で C になってるので、まあ、そういった意味では他の打撃とかと比べると、技量派生で使いやすいですという武器になってます。まあ鎖回しというね戦技もまあそこそこ面白くてですねしょぼいんですよねこれ非常にこれでダメージ与えられるっていう、まあ、なかなかユニークではあるんですが、まあ、普通に戦杯付け替えてですね使うというのがいいんじゃない。で刀とかだとね洞窟内の敵とかが非常に、弱いので、まあ、そういった中で打撃で使えますよというのが推しポイントでございます。ヨルキ兵のグレイブなんですけど、これ非常に簡単にゲットできます。グレイブじゃねえか、フレイルか。これなんですけど入手方法はずっと下行ってもらって文章の方のこちらね、文章壁前のここにいるヨルキ兵撃破することでゲットできます。まあ自分としてはメインってよりは、まあ、サブとか洞窟用としてねちょっとこう場面を選んで使う武器としてはおすすめしておきますが、メインで使うんであればまあやっぱりさっきまで紹介した武器たちが一番いいんじゃないかなと思います。はい、最後こちらですね、見覚えあると思いますが赤いサソリでございます。間違った、サソリの針ですね。こちらプラス7まで上げてる状態で攻撃力こんな感じになってますが、技量がねもう状態、プラス7の状態で B 乗ってますというところが非常におすすめポイントですね。で何よりねやっぱり赤い腐敗の状態以上が技量特化ながら乗ってるっていうのが結構いいんじゃないかなと思うところですね。やっぱ毒とかだったらね腐敗よりもこう弱いながらもついてる武器とかつけれる武器はたくさんあるんですよ、戦杯で。あと腐敗だとね今回めちゃめちゃ強いと言われていますが、まあ、初期でついている武器っていうのが非常に少なくて技量でね使えるのが少ないんですよね。で腐敗プラス50ながらもさっきみたいにつきまくったらねもうすぐ乗るので、ほいほいほい。殺しちゃったな。まあ、この辺の敵だと、ちょっとなる前に死んでしまいますが、非常にね、有効な状態上ということで、まあ、やっぱりこの、ミリセントの騎手とかの、連続するほど攻撃高まるよっていうのとも探検の相性が非常にいいので、まあ、これ戦杯付け替えることはできませんが、まあ、こんな感じでね、探検としてサブとしてね、愛用できるんじゃないかなというところで最後、紹介してあります。でこちらのね、サソリの針なんですが、入手方法としては、まあ、中盤以降こちらもねなってくるんですが、エインセル川ですねのここ下流からではなくて本流ですね。この辺に祝福が本来あるんですが、ずーっと下行ってもらって、このノクステラ進んで、この辺ですね、大回廊のここにあるんです。宝箱がここで入手することができます。ラニーイベントと同時に進行していくとですね、こっちの方面でボスと敵対することになるので、その道中でゲットできますよといった武器になってます。今回ちょっと2周目でまだ行き着いてないので祝福が曖昧なんですが、この武器単体で動画出してるので、もし気になる人はそっちの方から詳しくも入手方法解説してあります。はい、ということでですね、今回は技量特化という部類で紹介してみました。シザンケツガ、月隠れ、マリニアの騎士刀とかね、他にもたくさんあるんですけども、技量で使いたいとか、まあ知力と純技魔みたいなとかあるんですけど、まあ今回は技量のみというところで紹介してみました。またですね、筋力だったり純魔、純技魔、いろいろね紹介できる武器たくさんあるので、そっちもねやっていこうと思っております。ぜひ参考になったら高評価もよろしくお願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。みずでした。バイバイ。